どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、こちら先ほど紹介されましたグランドワーデンの攻撃力について見ていきたいと思います。そして陸の攻撃についても見ていきたいと思います。このような感じでグランドワーデン攻撃力高めですよね。結構高いのではないでしょうか。続きまして、グランドワーデンを実際に陸軍にてですね、組み込んでみたリプレイでございます。はい、こちらアースクエイクを置いて、そしてゴレウィズネクロペッカというですね編成にグランドワーデンを実際に使用しております。いや、こちらね、やはりこのオーラ内のユニットがもう、もともとねダメージが軽減されているというされるということで、もうもろ強いです。もうこのヒーローがいるだけで強いですよね。そして何よりも注目すべきなのがですね、この特殊能力、まあまだ発動してないですけども、この特殊能力でございます。特殊能力を発動することによってユニットがターゲットを取らせたまま無敵状態になるんですね。こちらアーチャークイーンは、ターゲットを一度もう透明になるので外しますけれども、こちらターゲットが維持され続けます。しかしそこでですね、しかしそのウィザードとかがね、無敵になったとしてもバネトラップでも飛んでしまうらしいんですけれども、こちら無敵になるというぶっ飛んだ強さですよね。まあ、もう要するにタウンホール11でその星2を取ることが難しいということではないでしょうかね。はい、今回はグランドワーデンが陸で攻めた時のリプレイを皆さんと一緒に見ていきました。動画概要欄のリンクにですね、グランドワーデンとは何なのか概要マヨネーズでもわかる解説ということで解説させてもらっております。そして実際にグランドワーデンが空で攻撃するとどのように攻撃するのかというものですね、動画概要欄のリンクに載せておきますので、ぜひともチェックしてグランドワーデン楽しみですね。ということでご視聴ありがとうございました。